天気の子、ここまで見ていただきましたけど、どうだった？よかった？だよね。いや、ほんとにさ、素敵だわ。素敵。君の名はもめっちゃ好きなんだけどね。私はね、天気の子の方も好きですね。琴の葉の庭も好き。結構どれも好きやんな。でも天気の子はね、ほんとになんかね、私、家でさ、マジでしようって思ったことある。実際家でしたことあるんだよね。別になんか、家庭環境が超悪いとかそういうのじゃないんだけど、でも家でしたことあって、でも、それは、なんでだったかな？家族が嫌いとかそういう理由じゃなくて、なんかね、学校に行きたくなかったから。学校が本当に苦手だったから、本当に学校が嫌だった。何歳の時？何回もあって、え、でもない？あるでしょ、みんなも。私さ、小学校の頃とか、学校行きたくなさすぎてさ、行ってきまーすって言って、家にいたよ。で、学校から電話かかってきて探されたこととか、行ってきまーすって言って、自転車漕いでたら途中で、なんか行きたくないな、学校ってなって、神社にいたりとか、で、怪我したって嘘ついて帰ってきたりとか、あとおばあちゃん家に行ったりとか、ちょっとの期間だけおばあちゃん家に住んでたとか、なんか、環境が変わったら、いろんな気持ちも変わるかな、みたいな。ない？みんな、そういうの。サボりパターン豊富でしょ。本当にね、なんか学校っていうか、なんか社会みたいなのが、本当に苦手でさ、まあ、会社とかもきっとそうだろうけどさ、学校とか会社とかってなんだろう、なんか、みんなと同じとかさ、集団行動とかさ、なんかそういうのが不意じゃなくてさ、コミュニケーション取ったりとか、そう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 、決めつけられたりとかさ、そういうの、すごい嫌だしさ、そう、尖ってたんだね。そうよ、尖ってたのよ。そう、輪に入らないといけない感じね。なんかそういう青臭い気持ちをさ、思い出すような、そういう部分もちょっと刺さった。ね、結構天気の子は。そう、この気持ちでもなくしたくないなって思う。この気持ちは悪いものじゃなくて、この気持ちはなくしたくないなとも思う。すごく。なんか、思い出したり考えさせられたり、すごいそういうのになるから、天気の子はすごい、なんかね、自分の中でぶっ刺さって、なんかロマンな感じが、いろんな部分でありますね。